狼様の涙。ある年の秋、季節外れの台風により大きな被害が出た。古くなった寺社は損害も多く、俺たちはてんてこまいで仕事に追われた。その日も疲れ果てた俺は家に入ると、風呂にも入らずに布団に倒れ込んで寝てしまった。〇〇様、〇〇様。どこからか懐かしい声が聞こえる。この鈴の鳴るような声は、俺はのそのそと起き上がると周りを見回した。すると枕元に懐かしい姿があった。狼様。夢かうつつか、幾年ぶりかに見る姿。〇〇様、お久しゅうございます。彼女は泣き笑いのような不思議な表情で俺を見つめている。よく見ると白い顔と着物は泥にまみれ、長い黒髪もバサバサである。そして俺の納めた銀の髪飾りも見当たらない。申し訳ございません。〇〇様にいただいた髪飾りをなくしてしまいました。彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちる。俺は取り乱し、どうしていいかわからなくなってしまった。そんな、泣かんでください。また新しい髪飾りを、あなたにもっとお似合いの髪飾りを見つけてきますから。彼女はポロポロと涙をこぼしながら、お許しください、と言い、ふっとかき消すようにいなくなってしまった。狼様、待ってください。はっと目覚めると、窓の外はしらみつつあった。出勤し事務所に入ると、すぐに親方に呼ばれた。おう、まるまる、実はな。狼様の社に何かあったんですね。親方の声を遮るように俺が叫ぶ。おう、よくわかったな。先日の台風で狼様の社が地滑ったらしい。さっき神主さんから連絡があった。社は下の林道あたりまで落ちて土砂に埋まっているそうだ。親方、俺は今日から狼様の社に行かせてください。バカ野郎、地滑ったばっかで、社の修理なんぞまだまだ先だ。それにお前がかかってる現場はどうすんだ。親方に怒鳴られたが、俺は食い下がった。お願いします。なんなら今日は休みでもいいんです。様子を見るだけでも。親方はすごい形相で俺を睨んでくる。しかし昨夜のこともあり、俺は負けずに睨み返した。何分ほど睨み合っていただろうか。突然おかみさんが口を挟んできた。お前さん、行かせておやりよ。まるまる、昨日夢枕に狼様が立ちでもしたのかい？はい、おかみさん。で、社を早く直してほしいとでも言われたのかい？いや、泥だらけの姿で出てきましたが、社のことは何も。じゃあ、なんで出てきたんだい？俺が納めた髪飾りをなくしちまったと。泣きながら謝るんですよ。親方がため息をつく。やれやれ、相思相愛かよ。しかし神様相手じゃキスもできんだろうによ。まあいいや、言っていいぞ、まるまる。ただ無理すんじゃねえぞ。はい、ありがとうございます。俺は軽トラにスコップや助練を積むと、急いで社へと向かった。途中の林道は予想以上に荒れており、四駆にしなければ越えられないほどの場所が何箇所もあった。いつもの倍以上の時間をかけ、何度か社の付近まで近づいたが、そこには目を覆うような山上が広がっていた。社へと登る長い階段は跡形もなく、社の立っていた広場は、ほとんどが削られてしまっている。鳥居は見当たらず、
おそらく土砂に埋もれている。そして社は土砂に半ば埋もれかかった無残な姿を晒していた。俺は四苦八苦しながら社へと近づき、状態を確認した。とりあえず社の周りを探し回るが、髪飾りなどは見つからない。四時間ほども探し回ったが、見つけられず、途方に暮れながら軽トラに戻ろうとしたとき、目の端で何か光るものを見つけた。急いで当たりをつけ、駆け寄ってみる。そしてその周辺をスコップで掘り返してみると、数回の後に土砂の中から鈍く光る髪飾りを掘り出すことができた。とりあえずお社に向かって一礼し、先ほど掘り出した狼様の灯籠二台を軽トラの二台に固定し、このお社を管理している麓の神社へと向かい、神主さんに事情を話して引き渡してきた。ただ髪飾りは俺が持ち、お社の修復後に改めて納めることとなった。事務所に帰ってから急いで現場に向かう。仕事を終えて戻ると、親方は別の現場からすでに戻っていた。おお、まるまる。髪飾りは見つかったか？俺は一通り報告し、地滑りの修復が終わった後の狼様のお社は、俺に任せてくれるようにお願いした。ああ、言われんでもわかってる。どっちにしろ、来年の話だな。そうですね。役所がとっとと動いてくれるといいんですが。俺はそう答えながら、髪飾りを握りしめた。あの地滑りから半年ほど経ち、春の息吹が燃え始めた頃、ようやく地滑りの後処理が終わり、狼様のお社の再建にかかれることになった。しかし、社のあった台地は大きく崩れてしまったので相当削られ、以前と全く同じ状況ではない。とりあえずは管理している神社の神主さんと相談を始めたが、もともと狼様の神社は便宜上管理しているだけなので、ここまで大きく壊れてしまったお社の再建に多額の費用をかけるわけにはいかないらしく、相談は遅々として進まなかった。俺はできる限り早く再建したいので、神主さんの曖昧な態度にイラついてしまい、つい失言してしまい、親方に叱られることが何度もあった。その日も神主さん相手に失礼な態度を取った挙句、捨て台詞まで吐いて事務所に帰ると、親方が鬼の形相で俺を待っていた。こんなバカ野郎！お前が神主さんを怒らせてどうする？何考えてんだ？親方が怒鳴る。イラついていた俺は、つい口答えしてしまった。しかし親方、このままじゃ狼様の社が、いつまで経っても進みませんよ。次の瞬間、俺は親方にぶっ飛ばされた。親方の表情はもう怒っているのではなく、呆れているような悲しそうな表情だった。まるまる、お前はもう狼様の社はやらんでいい。明日からは今俺がやっている現場と交代しろ。そんな、俺は嫌です。俺がやらなきゃ。叫び出した俺の肩を後ろから誰かが掴んだ。振り返ると、おかみさんが首を振りながら苦笑していた。まるまる、頭冷やしなよ。これ以上だだこねたら、親方が本当の本気で怒っちまうよ。力を込めて掴まれた肩の痛みで我に返り、俺はなんとか理性を取り戻した。そして、わかりました、と声を絞り出した。もちろん納得なんてできるはずはない。ただこれ以上頭に血の上った俺が一人で空回りしたところで、再建できるものもできなくなることくらいはわかったので、かろうじて自分を押さえつけただけだ。その夜は悲しさと悔しさでなかなか寝つけなかった。狼様の髪飾りを握りしめながら、いつの間にか浅い眠りに入っていたが、唐突に俺は覚醒した。
ガバッと羽を切ると、枕元に狼様の姿があった。あの時から半年ぶりに見るその姿は、白い巫女衣装ではなく、薄桃色のあでやかな着物となっていた。長い黒髪も綺麗に好かれていて、今までの彼女とは雰囲気が違う。俺たちは言葉もなく見つめ合っていた。どれほどの時が流れただろうか。狼様の澄んだ大きな量の瞳から、つっと涙の筋がこぼれた。俺は山ほど話したいことがあるのに、言葉を発することのできない自分の口を呪った。まるまる様、私のためにお骨折りいただき、ありがとうございます。いつも通りの鈴の鳴るようなあえかな声が彼女の口から紡ぎ出される。主の命により、私は少しの間留守にいたします。ですので、社の不審はお急ぎなさらぬようお願いいたします。〇〇様、どうぞお心安らかに、お焦りなどならないでください。あなた様のご健勝をお祈りしております。俺の口は動かない。しかし金縛りのようになった体は唐突に、そして自分でも驚くような動きを行った。一瞬の後、俺は狼様を両腕で抱きしめていた。ダメです。どこにも行っては。ここに、この場所にいてください。彼女を抱きしめると同時に大声で叫んだ。彼女の体はかぼそふきゃしゃで、そして燃えるように熱かった。彼女は何も言わずに、そっと俺の頭の後ろに両手を回し、キュッと少し力を入れて抱きしめた。しかしすぐに俺の頭を両手で挟み、俺の顔を彼女の顔の正面に持ってきた。間近に彼女の漆黒の瞳がある。その瞳は人のそれではなく、吸い込まれたら戻ってこれないような、まるで宇宙の深淵を思わせる深さだった。大丈夫。少しの間です。私は必ずここに戻ってきます。あなたのいるこの場所に。俺は猛烈に襲ってくる眠りの魔力に抗ったが、その後に気づいた時には、昨晩眠りについた時のままの布団の中だった。夢じゃないはずだ。昨晩、彼女を抱きしめた感触は両腕にはっきりと残っている。その時、俺は握りしめていた髪飾りがなくなっていることに気づいた。そして代わりに握りしめているものは、長く艶やかな一房の黒髪だった。事務所に出勤すると、すでに神主さんが親方と話をしている。俺は挨拶をしながら神主さんに近づき、昨日は申し訳ありませんでした。と誠意を込めて頭を下げた。いえ、分かってくれればいいんですよ。おや？昨日までとは随分雰囲気が違いますね。おう、昨日までのおめえは、まるで狼付きそのものだったかな。今朝はいつものおめえに戻ったようだな。なんかいいことあったんか。親方も安心したように言う。はい、ちょっとありまして。親方、後で親方の現場の引き継ぎの相談をさせてください。ああ、それはもういいや。おめえは続けて狼様の社の相談を神主さんとしろや。いいんですか？バック、俺みたいな無才じじいが言って、狼様の逆鱗にでも触れちゃかなわねえからな。じゃあ頼んだぞ。はい、ありがとうございます。俺は神主さんと相談を始めるために資料を出そうと、自分の机の引き出しを開けた。そしてお守り袋に入れた彼女の髪の房を大切にしまい込んだ。
伊勢神宮参り。狼様のお社を修理し終わった後の年末、親方の発案で親方とおかみさん、そして弟子たちで年末旅行に行くことになった。行き先は熱田神宮と伊勢神宮。かなり遠いところだが、三種の神器が一つずつ収められている場所であり、また自分たちの仕事上一度くらいは見ておきたいところだということで、勉強と慰安を兼ねての旅行だ。狼様のお社も無事奉納できたことだし、狼様の総本山でもあるのでちょうどいいだろうということもあった。出発の前日、薄くなり始めた夕方に一人で狼様のお社にお参りに行き、酒を納めてお祈りをした。あれ以来、新築されたお社には誰の気配も感じない。だが俺は狼様が帰ってきていないかを確認するために週に一回は訪れている。この日もやはり帰ってきてはいないようだと思いつつ立ち上がり、きびすを返して鳥居をくぐろうとした時、唐突に気配を感じて俺はバッと振り向いた。お社の前に新官服に身を包んだ少年が立っている。涼しげな目元、高い鼻、薄い唇、細く尖った顎。みやびな顔出しの美少年だが、その瞳は吸い込まれそうなほどに深い。そう、まるで狼様のような。狼様？俺は自分に言うようにつぶやいた。しかし雰囲気は似ているが、明らかに違う。少年はふっと表情を和らげ、微笑を浮かべると、何も言わずに振り返り、お社の中に入っていった。一瞬後を追おうかと思ったが、思い直して振り返り、鳥居をくぐって階段を降り始めた。翌朝早く、俺たちを乗せた貸し切りバスは出発した。今日は走り詰めで走り、夜に名古屋で一泊。翌日は名古屋市内で観光、および熱田神宮見学。夕方から移動し、伊勢で一泊。伊勢神宮を見学して、海の幸を堪能し、バスの中で寝ながら地元へ帰ってくる日程。みな楽しそうに飲んで騒いでいるバスの中で、俺一人が昨日のことが気になり集中できずにいた。帰ってからまたお参りに行って確認してみればいいと気を取り直して、名古屋で楽しい一日を過ごし伊勢へと移動した。親方も弟子たちも飲んだくれての大騒ぎである。自分も気を取り直したつもりではあったが、移動中はなんとなく考え事をしてしまうことが多くなってしまった。伊勢での夜は大宴会で、ホテルの中での一時会だけで弟子の8割が討ち死に。夜の街へ飲みに出たのは結局親方とおかみさん、そして俺だけになってしまった。伊勢はおかみさんの出身地であり、実家もまだあるそうだが、感動同然で飛び出してしまったので帰ろうとは思わないとのこと。しかし親方と俺の説得によって翌日実家へ寄ることに承知した。翌朝は妙に朝早く目が覚めた俺は、5時過ぎの暗い中、なんとなく伊勢神宮へと向かった。もちろん後で皆と来るわけだが、なぜか妙に行かなければならないような気がした。伊勢神宮には外宮と内宮が存在し、外宮から内宮まではかなり距離があるので、ホテルで自転車を借りてきた。まだ薄暗い中、まずは外宮でお参りをする。敷地内を掃除している人や散歩している人と挨拶を交わしつつ歩いていると、身も心も清められていくようだ。そして自転車をこぎ、内宮へとたどり着く。お社までの道をゆっくりと歩いていく。周りは木々に囲まれ、静かな世界の中、
自分の息遣いだけがこの世の音のすべてであるようだった。皇太神宮にたどり着き、手順通りのお参りをする。そして狼様のことを思いつつ、一心にお祈りを捧げた。十分ほどの後に、きびすを返して、来た道を歩き出す。まだ早いからか、参道には相変わらず、俺以外は誰も通っていない。ゆっくりと歩を進めるうち、今まで感じたことのない気配を右手方向から感じて顔を向けた。そこには、甘味噌を着た女性が立っていた。圧倒的な存在感と、神々しいまでの波動と言えばいいのか、自分の足がガクガクと震えるのを感じた。目はそのお方に釘付けなのだが、真正面から見つめてしまうのを恐れるように焦点が全く合わない。震えているのが足ではなく全身なのだと理解するのにどれほどかかっただろうか。動くこともできずに、ただ震えているしかなかった。そなたか。声が聞こえた。耳にではなく、直接心に響くように。そなたが、〇〇ですか。俺の名を呼ばれたようだ。震える体と心を押さえつけ、俺は震える声で、かろうじて答えた。はい。私が、〇〇です。そうですか。そのお方は、穏やかなお顔で微笑んだように見え、ふっとかき消すようにいなくなってしまった。俺はその場にへだり込み、しばらくは立ち上がることもできなかった。そしてなんとかホテルにたどり着くと、ぶっ倒れるようにして眠ってしまったらしい。自分の記憶は内空から自転車で漕ぎ出したところからあとは、ホテルで目を覚ますと、もう夜だったところしか記憶がなかった。俺が眠っている間、午前中は皆でお伊勢参りをし、午後からは弟子たちは観光。親方とおかみさんは実家へ行ってきたそうだ。実家では突然の娘の帰郷に驚いたようだが、暖かく迎えてくれ、今までのわだかまりも解けて、おかみさんもとても喜んでいたとのこと。ただ最近実家の玄関前に女の子の捨て子があったらしく、その子をどうするか相談中だったそうで、おかみさんは実家に数日間残って手伝ってくることになったそうだ。帰りのバスの中、俺は親方に内宮であったことと、出発前に狼様の社であった少年について話した。親方は驚いたように聞いていたが、おめえがお伊勢さんでお会いしたのはおそらくと言ったきり、それ以上は言わなかった。狼様の社については、もしかすると変わったのかもしんねえなと言ったきり、またも黙ってしまった。ただ俺は何かの確信を持った。自分でもそれが何か全くわからなかったが、とにかくこれからも俺にできることを一つ一つこなしていけば、必ず良い結果が出るという確信を。弟子たちが疲れて眠りこける中、俺と親方は無言で酒を酌み交わした。年末旅行から帰り、正月を迎える。仕事納めまでは忙しく、狼様のお社へ行く暇はなかった。大晦日の夜、俺は除夜の鐘が鳴り始めるのと同時に、家を出て、狼様のお社へ向かった。いろいろと思うことはあるが、とりあえずは伊勢から無事に帰ってきた報告と、新年の挨拶を兼ね、またもしかすると、戻って来られているのではないかとの淡い期待も込めて、新酒と髪飾りを持って行った。
さすがにかなり山の中にある狼様の社まで来る人はいない。神主さんにより明かりが灯され、酒樽が奉納されてはいたが、誰もいない境内は雪の中で静寂に包まれていた。鳥居をくぐり、お社の前まで行き、酒樽と髪飾りを置いてお祈りをする。しばらくの後に目を開けると、目の前にあの少年が立っていた。俺はちょっと驚いたが、静かに落ち着いた気分のまま、彼に話しかけてみた。あなたは、どなたですか？少年は数瞬の後に、想像していたより低めの声で答えた。私は、代わりに使わされたものです。それは、あなたがこの社の主となったということですか？少年は少し首をかしげ、困ったような顔をした。俺は質問を変えてみた。狼様は、どこに行かれたのですか？あなたは、心を静かにお待ちになるといいでしょう。これはお渡ししておきます。彼はいつの間にか、銀の髪飾りを手に持っていた。俺はちょっと戸惑ったが、お願いします、と言い、深く一礼した。体を起こした時には、すでに彼の姿はどこにも見えなかった。親方のところへ新年の挨拶に向かう。親方のところへは、すでに年始回りのお客が何人も訪れていた。また俺にも縁のある人も結構来ていたので、そのまま親方の家でお相手をすることになってしまった。元旦は結局親方の家に泊めてもらい、二日の朝部屋に帰り、実家へ帰るための支度をした。ここから実家までは片道300キロあるが、親方が7日まで休みをくれたので、久しぶりにゆっくりできそうだ。車に荷物を積み込み、狼様のお社のある山へ向かって一礼すると、車に乗り込み、アクセルを踏み込んだ。